延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は2012延岡若あゆレディの募集について、2011延岡若あゆレディ石田奈美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。延岡若あゆレディはどういうお仕事をされるんですか？はい、若あゆレディは延岡の観光や特産品、イベントなどの PR を行うことが主な仕事です。延岡大師祭りや祭り延岡など市内で行われるさまざまなイベントに参加するほか、県外の皆さんに延岡の良さを知っていただくため、観光宣伝隊として県外に出向いて PR 活動も行っています。またラジオやテレビに出演して延岡の魅力を広く PR することもあります。石田さんが若あゆレディに応募された理由をお聞かせください。はい、私は延岡出身ではないのですが、実際に延岡に住んでみてもっと延岡のことが知りたいと思っていました。そして延岡の良さをたくさんの方にお伝えできればと思い応募しました。そうですか。それではこれまで活動してきた中で印象に残っている仕事を教えてください。はい、まず若あゆレディのお披露目を兼ねて参加した延岡大師祭りではステージ上でご紹介いただいたり、登り猿物産展では東日本大震災の義援金の募集などを行いました。また7月に住江ビーチで行われた海開きで中学生と一緒に海に飛び込み、住江の海水浴場を PR したことなどが印象に残っています。石田さん以外の若あゆレディの皆さんも活躍されていますよね。はい、私たち全員で延岡の PR のためさまざまなイベントに参加しています。小林さんは9月9日救急の日にちなんで延岡市消防署の1日救急隊長となり、救急活動を延岡市民に PR しました。また尾形さんはテレビ番組で大好きなあゆの PR を行いましたし、小岩さんは熊本県での九州中央自動車道フェスティバルで延岡の特産品を販売しました。そうですか。それでは2012延岡若あゆレディの募集内容について教えてください。はい、今回の若あゆレディの応募人数は3名で、応募資格は延岡市内に在住または勤務通学している18歳以上の女性で、4月から1年間随時行われる観光行事などに参加できる人です。今年3月に卒業見込みの高校生も応募できます。応募方法は所定の応募用紙または市販の履歴書に必要事項を記入の上、上半身が写った L サイズ以上のカラー写真を添えて延岡観光協会まで郵送するかご持参ください。また応募締め切りは2月の17日までとなっています。審査は一次審査を書類審査、二次審査を面接で行います。なお若あゆレディに選ばれた方には副賞として海外旅行がプレゼントされます。ぜひ多くの方に応募してもらいたいですね。はい、ところで選ばれるコツなどはあるのでしょうか？そうですね、コツなのかは分かりませんが、延岡のことを自分が PR したいという思いや延岡を愛する気持ちが堂々とお伝えできればいいと思います。石田さんも延岡が好きという PR をされたんですね。はい、それでは最後に石田さんが今まで活動されてきた感想をお聞かせください。はい、初めてのことばかりで戸惑うこともありましたが、毎回いろんなところへ行かせていただき、たくさんの人と出会えたことは一生の宝物となりました。中でも昨年11月に姫路で開催された B1 グランプリでは、延岡発祥のチキン南蛮を2日間で1万食完売できました。全国の場で延岡の PR ができたことはとても貴重な体験ができたと思っています。自分自身が楽しんで町おこしに参加できれば、見ているお客様にも伝わり、延岡に興味を持っていただけると思いますので、ぜひ延岡のことが大好きな方からのたくさんの応募をお待ちしております。
仕事を通して延岡の魅力をたくさん知ることができますから、ぜひ多くの皆さんに応募していただきたいと思います。今回は延岡若いレディの募集について、2011延岡若いレディの石田奈美さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に延岡市役所からのお知らせです。2月4日土曜日午後1時30分より、九州保健福祉大学でメディカルタウン構想推進シンポジウムが開催されます。このシンポジウムは昨年2月にメディカルタウン構想が策定されたことから、市民の皆さんへ構想の周知を図ることを目的に開催するものです。当日はパネルディスカッションが行われるほか、数々のテレビ番組で活躍中の鳥越俊太郎さんを講師に迎え、医療の現場、がんと向き合ってと題した記念講演も行われます。定員は400人で、事前に申し込みが必要です。定員になり次第締め切らせていただきます。入場は無料ですので、ぜひご参加ください。市役所新庁舎の建設に伴い、教育委員会の一部の課が社会教育センター3階へ移転します。移転するのは教育委員会総務課、学校教育課、保健体育課で、1月10日火曜日から移転先での業務を開始します。市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。この時間は延岡市政だよりをお送りしました。